スーパーボンバーマン R オンラインは、コナミデジタルエンタテインメントより2020年9月1日に Google ステーディア向けに配信されたゲームソフトである。2021年5月27日からは、Nintendo Switch、PlayStation 4, Xbox One、Steam などの各種プラットフォーム向けに配信が開始された。開発は、スーパーボンバーマン R と同様、 ヘキサドライブが手掛けている。スーパーボンバーマン R の世界観をベースに開発されたゲームソフト。基本プレイ無料で追加コンテンツを購入するとキャラクターなどが追加される。他に着せ替え機能でキャラクターのコスチュームを自分好みに様々なスタイルに着せ替えられる。またボムのカスタマイズもできる。最大64人で競い合うバトル64モード。 プレイヤーは複数あるエリアに配置され、それぞれのエリアにて一斉にバトルが開始される。時間経過でエリアが消滅するため、プレイヤーは制限時間内にゲートを通過して隣接するエリアに移動しなければならない。最終的に残った一つのエリアにプレイヤーたちが集結し、最後の生き残りをかけてバトルを行う。シンプルな対戦が楽しめるモード。 最大16人までの同時対戦ができる。1VS1、2VS2、3VS3 のチームで対戦するモード。バトルのルールは、クリスタルとベーシックボンバーの2種類あり、クリスタルはステージ内に落ちているクリスタルを奪い合い、合計得点を競う。ベーシックボンバーは、通常のバトルを行い、相手のチームを倒した回数を競う。プレミアムパックを購入すれば、 プライベート対戦ルームを解説できるようになる。プレミアムパックを持っていなくても、ホストが作成したルームに入ることで以下のモードをプレイできる。ありがとうございます。